ポーランドの首都ワルシャワ。町の中心をビスワ川が流れ、旧市街の古い町並みは中世の佇まいを今もなお色濃く残している。一方、市街地にはひときわ高く文化科学宮殿の建物がそびえる。そして今、人々は新しい時代への期待と不安、そして躍動感にあふれている。クラクフ市を後に首都ワルシャワに移動した笹川会長は、5月11日、笹川中央基金によるテレビ放映事業のテレビ番組贈呈式に出席されました。今の世界は自由の尊重、人権の擁護、貧困の撲滅、環境の保護、民族間の和解など、緊急かつ困難な問題を考えております。ここで重要なのは、私たちが国家とか地域といった偏境な時代を離れて、地球とか人類といった、普遍的な立場に立つということであります。また日本の家庭を例にとり、市場経済の、仕組みを分かりやすく捉えたテレビ番組をこの度、撮らせていただきます。これは中央における最初の記念すべき、プロジェクトになります。本日のポーランドにもおかり、若い人たちに焦点を当て、いつの日か帰国のリーダーとなるような、人たちがこの番組のことを少しでも思い出していただければ、それに勝る幸せはありません。このテレビ放映事業は、市場経済の仕組みを分かりやすくまとめたビデオを各国の国営放送で6週間のシリーズとして放映するもので、各国から非常に大きな期待が寄せられています。テレビ番組贈呈式を終えた笹川会長は、ローマ法王庁のカーディナル・グレンプ枢機卿を訪問し、環境問題などに親しく意見を交換しました。私は200歳まで行きますが、あなたは200歳以上行ってくださいよ。私はね、満93歳ですけどね、冬寒い時にね、オーバー気温なんてしたことは、世界は私一人で nigdy nie powiedziałem, że jest mi gorąco, czy jest mi zimno. To ja tak nie mogę powiedzieć. Zanim to ja to nie chcę. Proszę, oczywiście tak jak ja, proszę żyć tak długo jak ja. Młodzieńcze ruchy ma pan też. Całej rodzinie ludzkiej chcę także. Juniano. 世界の人類のことを考えてくださるお客様、それからまた特にポーランドの若者たちのことについていろいろご尽力くださっている皆様方をここにお迎えして、大変よろしく、嬉しく思っています。89 roku tutaj przewodniczący kościoła buddyjskiego tam 実は会長さんよりもまだ長いとなさっている仏教界の方をここでお迎えした。5月12日、ポーランド国家教育省にアンドレ・ステルマホスキー大臣を訪問し、会談されました。今日は本当にこのように会長をはじめですね、皆さん様、日本からわざわざお越しいただきましてありがとうございます。皆さんお目にかけます。非常に嬉しく存じ上げます。残念ながらこちらの春はちょっとこういうふうに寒いもんですから、日本でもこれぐらい寒い。暑さも知らない。もうだって、いや、cold or hot, it doesn't bother me at all. But our hearts are at war. この豆腐って。This is the memorial we established for that. これはね、カーター。In fact, the President Carter and I worked closely in different endeavors.
Yes, that's good. The human beings and all the human culture. So we are now on our way to the pay the courtesy visit to the war victims. Yes. Thank you very, very much. Please live up to 200 years old so that your service will benefit the country. For me, you wish 200 years, then I am sure that you will achieve 300 years. I was 200 years old, and the head was 300 years old. ポーランドでの日程を終えた笹川会長は、次の訪問国ブルガリアへの出発を前に無名戦士の墓に献花し、世界平和を祈願しました。